レオさんの読書に何て声がけしますか？いや、もう最後以外全部良かったって言われるじゃん。こういう時あるからって言って、何も声かけないと思うけどね、普通に。かけなきゃいけないとしたらね、ほっといてあげますね。いや、言葉で何とかなるぐらいの、あれじゃなくない？だって本人の落ち込み方からしたら。1ミリも責めれないというか、まあ、そういうことも、次からもうこれ、ミスは経験にするしかないよねっていう話だから。どっちかっていうと、もうマルシャルに言いたいですけどね。まあ、プレスの、守備のプラン分かってたかみたいな。でもまあ、あれだけどね、多分、普通に、テンハクがやらせたのはあれでいいんでしょうね。こう、前半終わってもずっと出してたから。ワンビサカの守備は自分の能力分かってるなって思いますね。あとは三笘が、縦には行かせちゃうかもしれないけど、そこはデヘアと連携しながら、一発目行かしても後から追いつけるし、みたいな、っていう感じの守備の仕方で、カットインの方は怖いけど、その分はカットインの方にもうちょっとでも体の向き変えたら距離取れば、運ばれるかもしれないけど、シュートまでは行かせないかな、みたいな、っていうふうに見えましたね。だ瞬間的なね、その技術のミスのところはもう言及しないですよね。信頼して出してるからね、それが一番ないと思ってて。それ以外のこうチームのプランとかそういう原則とか法にのっとらないときは言いますけど。